行くぞ葵、この後半は俺たちのゴールラッシュで一気に逆転するぞ。はい。2対4と2点のビハインド、日本は一体どのような作戦で逆転を狙うんでありましょうか。さあ後半はどんなドラマが待っているのか。よし行くぞ。あっとこれは葵がたった一人でサイユースにアタックをかけます。しかもその先はサイユースのキャプテンのブンダークだ。葵、何？おちび、キャプテンの実力を知っての挑戦なのか。ここに来るまでの間、タクシーの中でちゃんと聞いてたさ。前半戦憧れの翼さんを散々苦しめたこの男ブンダーク、相手にとって不足はないぜ。おい、あいつ翼でも抜けなかったブンナークをたった一人で抜くつもりだ。無謀だ、まずスレンダー。舐めやがってこのチビがぶっ潰してやる。勝負だ、見せてやる。イタリアで編み出した俺の必殺技。青い、ぶっ潰してやる。うわぁ、協力ゲートだ。な、何？抜いた。ブンナーク、あのブンナークが一体の勝負。どうだ、見たか。あっと、青い信号ボールを置き去りにしたまんまだ。あっちゃー、かっこ悪い。やっぱりぶっつけ本番じゃ無理か。何やってんだこのお調子者。何か喜びさせんな。真面目にやれ。ブンダーク、させる気か。ブンダーク大きくクリア。俺はすっかり忘れてた。度重なるブンナークの攻撃に知らず知らずのうちに弱気になってたんだ。俺はスポーツ選手にとって一番大事な投手をいつの間にか忘れていたんだ。それを再び呼び起こしたのは青い信号、君のプレーだ。今度は俺が勝負だ、ブンナーク。身の程知らずが、今度こそ息の根を止めてやる。葵がイタリアで編み出したプレーなら、俺はブラジル仕込みの。これはあの天才カルロス・サンダーマの得意技、サンダーナターンだ。すごい、さすが翼さんだ。行け翼。ここで俺が抜かれたら完全に一点失う。反則になってもお前を止める。てやあ、俺のパンチを避けやがった。翼さんだ、ブンナークの反則ディフェンスをかわした。やるな葵、俺が反則で止められると思いボールに飛び込んでいったのか。行くぞ。はい。日本ついに1点差に詰め寄りました。やったぜ翼。青いナイス。やりましたよ翼さん。うん、包帯が。さすが翼だ、あの青いとかいうやつなかなかやるぜ。前半終了間際に投入されました若林源三、そして青い信号によって